全国の特別さん、こんばんは。シアの放送部コタクと、どうもコーディですピーよろしくっすどうですか、今日から旅番組が始まるんですか。チャンネルは一応一新しました今日から変わるんだ。もうキャンプで行きます僕ら。申し訳ございません。じゃあお願いします。はい、皆さんこんにちは、マックスフライです。いや素晴らしい、ようこそようこそ。すごい、本物だ。そうね、びっくりした。いやそんなそんなそんな、ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。なんかもう格好も相まってか、なんか最初見た時ですよ、車の中から、はいはい、星野源がおるから。いやおるかマックス村井さんですか。マックス村井さんですよ、うん、星野源さんじゃないですよね。星野源ではないんですよ皆さん、すいません勘違いしないで。星野源ではないんですよ。じゃないです。古田敦也でもないんですよ、すいません。似てる。そうなんですよめちゃくちゃ似てる。似てるんですよ確かに。のあそうですね、もう大丈夫です。今回はそのここ私が静岡で借りてる山なんですけど、はい、もう嬉しいです本当にゲストとして逆に来ていただいて。いやめちゃくちゃいいとこ。もう全く事前の情報何もなしで、うん、僕も今回お邪魔させていただいたんですけど、思ってるもう10倍ぐらい場所の良さとかありますね。なんかもっとこう森の中にポツンとこう小屋があって、はいはい、そこを休憩所として使われてるってイメージだったんですよ。こんな広大にやってるとは全然思ってなかったので。そうなんですよ。プライベートで一回マックス村井さんと昔お会いしたことがあるんですよ。昔飲んでたらいたんすよ。そうなんですよ。なんかどっかで見たことあるおっさんおるなと思っててあれマックス村井じゃね。ちょっとそっからお話しさせていただいて。いやそうなんです、事前になんかあったんですね、はい、なんだったら一緒に飲んでますからね、その後合流して。あそうなので、ここのね場所のお話とかもしていただいたんですけど、だいたい3分の2ぐらい聞いてなかったんですよ聞けやギュッてしたら参りますしか言ってません。さっきもね、ご到着していろいろこの場所のなんかその歴史とかいろいろ話していただいて、うん、これこいつ寝てましたもんね、その時も聞いとけよお前聞いてないですよ、もうぶん殴ってくださいね、気に食わなかったら、うん、正直うるせえなって思ったごめんなさい。大丈夫です、本当に。すごい嬉しいですね。ありがとうございます。ようこそようこそ。でですね、はいはいはい、まあ、ちょっと話がもう一気に変わっちゃうんですけど、うんうんうん、このチャンネルで、まあ、ちょっとシリーズ化させていただいてるんですけどゾッとする話シリーズをちょっとやってるんです。シリーズ、うんうんうん、はい。でここでいろんなゾッとするゾッとした話をしてるんですけど、その中でマックス村井さんがちょっと今まで人生でゾッ、はいはいはい、としたなという瞬間を、まあ、この雰囲気も感じながら、なるほど、そうお話ししていただいたらなと思ってるんですけど、いくらでもさせてください。まあたくさんするのもねあれなんで、じゃあ一つ、はい、で逆になんか別に心霊系とかなんかこう都市伝説チックなこととかじゃなくてもいいわけですよね。もうくくりじゃなくてもその私がゾッとしたでいいんですよね。そう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 、僕ら結構募集すごいしてるんで、うん、確かに確かに確かに、期待度はものすごい高いですよね。高いですよ。マックス村井さんの方で人生の8割がゾッとしてるというかここ数年ゾッとし続けだからちょっといいですか。あいいっすよすいませんすいません。そうですね、はい、ちなみに期待できますね俺は。 OK です、はい、そしたらゾッとするシーンってたくさんあると思うんですけど、はいはいはい、ゾッとするを通り越えると真っ白になるんですよ。ほうほう、もうゾッとすらしないんですよ。もう感情が湧かないみたいな状況になったことは一回ございまして、その話をさせてください。はい、これ2015年の話です。はいはい。でマックス村井っていうのは2013年2014年がパズドラとかモンストとかで、まあ、まさにはその全盛期と呼ばれるあの時代があったんですけれども、はい、その流れでトントントンとこうあのアップバンクという会社をやってるんですが、はい、株式上場というものをしまして、それ2015年の10月です。でその時私はマックス村井に専念をするということで社長を降りた状況で、会社のまあ取締役でありそのマックス村井に専念をするみたいな、そういうコンテンツ作りをこう全力でやっていた時なんですけれども、そのまあもしかしたら聞いたことがあられるかもしれない、その村井ルートみたいな、その登ったし落ちたしっていう、その良きも悪きもなんかこう経験してるみたいなイメージってどこかあると思うんですよ、マックス村井というものは。でそのまさに転機にもなったんじゃないかなと思われるのが、その会社でこう横領事件というものがありまして、でその横領事件が発表されたのが、まあ、会社として横領事件が発覚して、そんな事件が起こったんでもう発表しないといけないと、うん、会社として上場企業でもあるんで、はい、もうそういうことってどん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 開示しないといけないと。それがですね、あの私の誕生日の前日だったんです、で上場しましたと会社として。で私は凱旋っていう意味も込めてですね、
その誕生日に石川県の厚生年金会館ホールを貸し切ってファンミーティングをやる予定なんです、生誕祭ということで、故郷が石川県なんです。で、千何百人だったかな、そのファンの方が来てくださるという会場で、私は明日イベントですと、マックス村井生誕祭です、故郷に花をという、その前日の夕方にアップバンクで横領事件がありましたっていう発表が出たんです。うわー、それちょっとしんどいですね。で、夕方6時のトップニュース、あのトップニュース、キー局全部マックス村井だったんですよ。その翌日に生誕祭だったんですよ。なんか笑っちゃいけないですけど、絶対笑っちゃいけないですけど、その発覚した瞬間に何が起こったか分かんなかったんですよ、まず。こっちはもう明日のイベントのことで頭いっぱいなんです、でも発覚して発表しないといけないんですよ、するじゃないですか、どういうリアクションがあるかって、夕方のトップニュース全部私なんですよ。うわ、で、真っ白なんですよ。うわ、でも石川県に行くんですよ、寝るんですよ、次の日イベントなんですよ、うん、会場に人がうわーって詰めかけるんですよ、で、自分が主役だし生誕祭なんで、皆さんどうもこんにちはとかやるじゃないですか、その1000人とかを前にして、その間に私はもう何も頭の中に入ってこなくて、ああもう前日のことがありますからね、もう毎日のようにイベントやってたんで、癖で体もやっぱ動くし、ああだこうだ喋るんですけど、もう何喋ってるかも分かんないんですよ、もう。怒ってることがもう激しすぎて、うん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 、ツイッターも何から何までが激しすぎて、ああで、もうゾッとするレベルじゃないんですよ、もう頭の中もう真っ白なんですよ。経験したことないからね、反射神経だけでイベントやってるんですよ、もう一生懸命。うわ、すごっ。って時に私のマネージャーとかアシスタントとかそういうチームが総じ20人以上いたんですよ、はいはい、動画のチームだけで25人ぐらいいたんで、その中でも身近なメンバー、そのアシスタントというかマネージャー的なメンバーとかが舞台袖からずっと、村井さんイベントです、笑ってください、村井さん顔が笑ってません、笑ってください、イベントですってずっと言い続けてたっていう、話ですかね。ちょっと想像も心痛えな。でもその会場にいる方も前日にそのマックス村井さん その横領事件のニュースが上がってたってことを知ってるわけじゃないですか。はい、ただ全員が知ってるわけではなくて、やっぱり情報感度ってあるんで、で結構ファミリー連れとかいろんな場合みんながこう小さい子供も含めてキャッキャッキャッキャしたりとかしてるんですけど、まあもちろん中にはなんか昨日大変でしたねとか、うわそういう慰められたりもあるんですよ、うん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 、もうね何にももうないんですよ、もう真っ白で、うん、なんだろうな、どうもできないんですよ、怒ったことだから。まあそうですね、うん、だからそれをちゃんとこう綺麗に正して発表して、で改善していくみたいなことを当然その後やるわけですよ、はい、その後数年間やるわけですよ。あーそっかそっか、そうでもイベントがあるから私アクションできないです、何も、うんうん、会社にいるわけじゃないし、うん、石川にいるわけで、もうね何したらいいんだろう、どうしたらいいんだろう、なんかそっち側を解決したいけどやりようがないですね、場所も違うから、いるとこが。なるほどな。でも1000人目の前にいるから、まずそこをどうにかしないと。限界突破とか歌ってるんですよ私。はいはい、歌、持ち歌とか歌ってるんですよ。持ち歌を歌う。限界突破はもう一応してる。限界突破とか歌ってる時に私の頭の中は横領どうしようと思ってます。突破してない。突破できてない。限界なの。ずっと当たっとる。でマックス村井がずっと当たってる。もうでその間歌ったりとかして、皆さんありがとうとか言ってる時にステージ袖から村井さん笑って笑って、顔顔顔。でも必死なんだけど、もう何にも頭の中入ってなくて、ゾッとするわ。精神的にリラックスできる状態とかあったんですか。ですね、確かに支えが気になるんですね。周りの人たちから、当時ってそんなに炎上ってそんなないんですよ、うん、業界的にも、うんうんうん、多分YouTube に謝罪っていう文法を持ち込んだのは私なんですよ。おー、まあ、誇らしいのか誇らしくないのか一番いい瀬戸際ですけど。そうなんですよ、まあ、今だと YouTube って謝罪文化なかったんですよ。あー、それまだなかったですね。なかったんですよ、はあはあ、私が死ぬほど謝罪したせいで謝罪するって文化ができたんですよ YouTube。 はあ、いやなんか俺僕も記憶でなんかそんな気がする。めっちゃ謝罪してたでしょ。なんか3日に1回ぐらい。そう マジマジマジ。そう、借金しとった時の俺やん。3日に1回。そうなのよ。もうあの時うちの会社も200人ぐらいいたんで、いろんなところでいろんなことが当然あるんですよ、細かいこと。ああ、はあ、それこそどっかのチームの営業マンが誰かに失礼なことを言ったっていうことで炎上するんですよどっかで。ああ、はあ、で私よくわかんないんですよ。ただ来るんですよ連絡が、村井さん謝ってほしいんですって。
で今度は何の謝罪するのっつって、いやこれこれこういうことがあって謝罪してほしいんですって言われて、だって村井さん今炎上してますみたいな、え私炎上してんのみたいな、何で炎上してんのっつって、これこれこういうことでっつって、あえこれで私今炎上してんのっつって、で分かんないけどでもマックス村井の会社なんで悪いのはマックス村井なんですよ。であこういうことで炎上してるんだっつって謝ろうっつって、わでそのじゃあ誰が何やったのっつって、これこれこういうことらしいみたいな、うーんっつって、それうち悪いんかなっつって、でも炎上してるんだよなっつって、じゃあ謝ろうっつって、はあ謝ってたんですよ、謝罪してたんですよ。だから謝罪もやり方がもう分かんなくなっちゃって、パーカーで清掃で謝罪するのが一番謝罪だと思って最初パーカーで謝罪したら、なるほど、謝る時にパーカー着んじゃねえって言われて、あースーツ着て謝罪したんですよね。そしたらお前なんか遊んでんのかみたいな、その逆にスーツに文句言われて、いやスーツじゃねえんかっつって正座して謝罪してみたりとか、土下座して謝罪してみたりとか、ありとあらゆる謝罪パターンを試したんですよ毎回。だって謝罪して叩かれるんだもん。いやあんまないですけどね、なんかそんな試せるほどの謝罪することがあるってことがまずすごいですから。そう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 。だから私毎日炎上してたんですよ、ほぼ毎日、うんうん、でもなんで炎上してるか分かんないから、炎上するたびに誰が今度何かどこで起こったんだみたいな、うん、それ把握できないっていうのがまたゾッとしますね。なんかその原因が、確かに確かに、あこれ自分が反省するとこだなっていうのがあればまだやりようあるじゃないですか、対策のしようも。でもそういうのって対策のしようもないし、なんか自分本音なとこ言うと、いや私関係ないやんっていうのが来ちゃうじゃないですか。いやあの 95% は関係ないんですよ、わかんない、うん、5% ぐらい関係あるのかな、わかんない、いやないと思います。だから全く関係ないその態度だったりとかってもう 99% はマックス村井さん全く関係ないわけじゃないですか。ただそのマックス村井さんの会社っていうのだけですよね、まあ、元社長であり役員であり、その会社のメンバーがやったことは私の責任、うん、まあまあそうですけどね。ニュースになるのはマックス村井のアップバンクなんですよ。あらだからずっと謝罪してってっていうので、その心の拠り所みたいな話で言うと、うん、お酒好きなんですけど、あそうなんです、私家で全然酒飲まないタイプだったんですよ。はいはいはい、あの元々営業マンなんで、はい、接待とかで酒は死ぬほど飲んでたんですけど、はい、マックス村井になってからって酒飲む機会ないんですよ、はい、夜中まで仕事してるから、うん、だから帰って寝るだけでも、横領とかもろもろで炎上してからはもうお酒飲まないと寝れなくなって、一人で夜な夜なバーに行き、1時半か2時まで飲んで帰る、毎日、毎日それをもうしないと精神的に落ち着かないとか、もう何も無理、怒る対象もいないし、そう誰かにね、そっかお前バーンってやれないでしょ、それ炎上でしょ。そう、それこそ本当、うん、本当のというあれになる。だから誰かにチームのメンバーにも当たれないし、うんうんうん、ね、それこそこうじゃあ家族にそういう弱音を吐くかって言ったら、私家に仕事持ち込みたくないので、嫌だし言う相手もいないんですよ。で昔からのその社長友達はたくさんいるんですよ、経営者的なその交流会のチームとかも含めての社長の連中の仲間がたくさんいるんですけど、もうみんなによう村井さん自殺せんなみたいな、そこまで周りから見ても結構悲惨な状態だったってことですよね、うん、人相違うやんみたいな、同じ村井だと思わんみたいな、苦労しとんなみたいな、思想で取るぜみたいな話も含めて散々やられましたねこのチャンネルで話すものかもしれない話を一つ。いいですか、そんないいんですか。私アップバンクの前って、はい、占いの会社の社長をやってたんですよ。え、原宿にある占い館のコンテンツをインターネットで展開するっていう会社の社長をやってたんですよ。へー。でその占いのビジネスがめちゃくちゃ儲かって、儲かった金で何かしようって言ってスタートしたのがアップバンクだった。へー、あそうなんすね。でその占いの会社をやってたので、例えば今日本戦術協会っていう占いの協会があって、現会長の福田会長とかめちゃめちゃ仲良しなんですよ、とかなんかその占いだったりスピリチュアルだったり霊感だったり、その辺の知り合いめちゃくちゃいるんですよ。へー。で例えばその福田先生とかは、初めましてって握手した瞬間にガシッて握って、あなた喉悪いね、膝悪いね、ここ喉は以前なんかやったことあるでしょって、手術したみたいなことが一言目で来るみたいな、握手すれば分かるんだみたいな話とかが日常にある世界で生きてたんですよ。で今でもそういう友達たくさんいるんですよ。で特に霊感の強い人がいるんですよ、はい、その人に言われたのが、ここ最近一緒に仕事を始めたんですよ、はい、で私のことそんな知らないっつって、で村井さんと一緒に仕事を始めたから村井さんのことを勉強しようっつって過去の動画とかもたくさん見たらしいんですよ、はい、
パズドラの降臨戦の時のマックス村井の動画は私は見れないって。え、なんでですか。なんでっつって、お思想がやばい思想、死ぬ世界線で生きてる。で、私その横領事件とか物もらってこういう風に転換してっつって、今こうやってその低迷期でずっと続いててとか会社も大変でみたいなこと言ってたら、いや村井さんよかったよ、だって生きてる世界線に移ったじゃんっつって、あその事件がなかったら多分あんた今生きとらんだよ、それぐらいそのあの時の顔とかその体とかでなんかいろいろこう取り巻くものが死ぬ世界線にもう明確に行ってるから、買われてよかったねっつってその炎上だとか会社が大変だとか、いや生きてる方が良くないっつって、今の方がいい顔してるよみたいなことがすごい言われて、思想のその時の出てる原因ってその時はまだ炎上とかしてないわけですか。してないんですか。でもそれこそ絶頂期ですよ。だからそれは体的な健康なのか、ゆくゆくあの状態を続けてたら死ぬぐらい大きいことが起きたとか、やっぱそういういろんな複合的な意味もあっての思想って意味なんですか。なんだろう、その人すごい見える人なんですよ。ああ、もう霊感というか、はい、日付まではピンポイントじゃないんですけど、月間レベルでこういうこと起こるよって当てられる人なんですよ。そんな人いるんですか。いるんですよ。そっち呼べばよかったな失敗したね全部カットしどっちかがフォローしないと分からんけど、すごすぎて話が。そう、すごい。あ、でもじゃあそういった、まあ今思えばじゃないですけど、村井さん的にはどうなんですか。ああいった横領の炎上があって3年間苦しんだ時期があったわけじゃないですか。それがあっての今なわけじゃないですか。まあ、あった方が良かったのかなって思うかは別なんですけど、あれも今幸せだからいい経験だったなって思えてるのか、もしあの時戻れるんだったらあれをなくしたいなとか思ってるのか。もし生きててあの日に戻りたいって思ったことって人生でなかったんですけど、基本的に今がやっぱり最良の日だと毎日思いながら生きてる人間ではあったんですけど、苦しい時も基本的にそう思ってるぐらいには楽観的な人間ではあるんですけど、あの事件で言うとなんか分かんなかったんですけど、起こるまでただ対策はできたはずなんですよ。だからそれで言うと私は戻れるんであれば直したいと、あの事件が起こる半年でも1年でもいいんで戻ってやり直したいと思ったことは何度もあります。まあ、ただその人から言わすと、それをやったら死ぬで。あ、なるほど、なるほど。その人から言う、その人から言うと、だからあんたあの事件で生きてる世界線に移ったんやと、ラッキーやったやんって言われましたね。うわ、だからそこもでもどう捉えるかですよね。だからやっぱそう聞いてもその時の苦しみを知ってるのって村井さんだけじゃないですか。良かったって思えるのか。でもまあちょっと心は楽になりますよね、そういうこと。まあそういうこと言われると、ああそっかとは思いますよね。うん、まあでも今は今で普通に楽しんで頑張ってるんで、まあなんとも思ってないですけどね。そういうことあったなみたいな、なんかね、その時々の状況で頑張るだけなので。なんかどんどん俳優さんに見えてきたよ。なんかかっこいい阿部寛にも見えてきたし、いろんな顔がずっとした感じがこう前見てこっち向くために顔変わっとる、うん、しかも身振り手振りが古田選手なの、ね、全部カットちゃんとバッサリいきますからねいやこれドキュメンタリーだ、ドキュメンタリー。やっぱ気になるのは、もし今後そうなる人もやっぱりたくさんいると思うんですよ。特に現代は、はいはいはい、多いと思うんですよね。そういった方のためにじゃないですけど、何かもしそうなった時の気の持ちようのアドバイスだったりとか、気の持ちよ、これを経験したからこそ言える、はい、その今悩んでる人とかそういったことでとか、今後起こった方がした時どうしたらいいとか、一番に炎上の話で言うと、はい、その私はもう結構最初の頃にもうこう思うことにしたんですけど、はいはいはい、歌舞伎ってあるじゃないですか、はい、歌舞伎って役者が歌舞くじゃないですか、はい、よーとかって歌舞くじゃないですか、はい、に対して観客の方でこう合いの手とか入れますよね、はい、中村やとか入れるじゃないですか、うん、で中村や中村やとかって声に対してキリッてやるわけですよ、うん、私は死ねとかなんか言われるたんびに、一番ひどい時10分で4000回死ねって言われたんですよ10分で4000回死ねギネスや、ギネス、はい、あのギネスもう
iPhone の電源を切るレベルなんですよ。そう、どっから来るんですかそれ。コメント欄とかってことですか。メンション。あー、やだな。だってあの時代いないんですよ。2013年とか4年って誰もいないんですよ。顔出しでゲーム実況やってる人がほぼいなかったんで。あら、そっか。一番その時も言われてたってことですね。そう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 。ちなみに降臨戦で絶頂期です。それはちなみに、あの横領とか炎上の後じゃなくて絶頂期です。絶頂期って言われてた。ああ、そうですそうです。降臨戦負けた時とか。ああ、だって負けたら自宅に殺害予告来るんですよ。もうずっと人隣り合わせや。本当に本当に死が降臨してる。死に神降臨してる。警察に突き出すんですよ負けたら。ちょっと笑い事じゃないけど。なんで笑ってれるんすか。すごいな。今だからですよね。うん、すごい。思想も出るわ。そういうの言われるために私は中村やって言われてる気持ちになって。なるほど。どうや。なるほどじゃないやろ。なんで死ね言われてキリなの。死ねって言われて、はい、うー死にたいって言ってたら、明日から動画撮れないじゃないですか。はい、でも私の仕事って会社に直結してたんで、なんか毎日動画撮るんですよ。だから死ねとか殺すぞとか言われるたびに、よっ。もっとかわいい、こういうのやって思い続けてました。だから歌舞伎役者の気持ちで炎上した時は過ごしてましたけど、その反動で夜酒を飲まないと寝れないっていう。まあ表面的にはね、自分の頭の中ではそうですけど、やっぱ心には負担は来てたってことですよね。そうそうそう、うん、だから炎上の対策はもうなんかわかんない、ちゃんとなんかいろいろ対応はしないといけないと思うんですけど、心持ちみたいな話で言うと、うん、やっぱり知らん人間から死ねとか言われるぐらい有名になったっていう話でもあるじゃないですか。はい、はレディーガガも言ってましたよ。知らん人から死ねって言われたらあなたは成功者だって、うんうんうん、レディーガガも言ってますから。だから私はポーカーフェイスを聞きながら歌舞いてましたよ。ぐちゃぐちゃや文化が。ポポ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 ーカーフェイスを聞きながらレディーガガのポーカーフェイスを聞きながらね。いいねいいねじゃないよ。いや素晴らしかったな。いい話聞けたね。なんか、うん、なんか素晴らしいというよりか、まあまあゾッとして。そうね、村井さんそんなこと考えたんすかみたいな。こういった貴重な体験はね、たくさん聞いて皆さんも吸収してすることがいいと思いますね、うん、今これをこう無料でやっぱ聞ける時代っていうのがすごいなと思いますね。やっぱこういう経験をなんかスマートに話してくれる方って、うん、できるだけお互い親しくなってからようやく踏み込んだってことじゃないですか。でもこれをカメラ通すことによってこう赤裸々に話してくれるって、こう YouTube ならではだと思うんですよね。いやなんかなんとなくやんわり知ってたこともなんか今日聞いて、なんかごめんね失礼なことばっか言って。どういうつけたのあれ今。なんで急にキャラ変えれた、すごいな。ごめんなって笑ってられる、すごいな。マックス弔いじゃないですけど。でまあ実はあの今これまあ僕らの2人のチャンネルの方に出演していただいてるんですけど、今撮影してるのがこれが最初なんですよね、うん、これから、メインチャンネルの方のがっつりホラーうん、とか、こっからもまた楽しみな時間ですね。僕はすごい好きな時間ですんで、まあちょっと、はい、マックス村井さん関連の動画いっぱい上がり続けると思うんで、はい、そちらも見ていただいて、はい、僕のチャンネルと、はい、メインのチャンネルとあとマックス村井さんのチャンネルの方でもね、はい、も出演してますんで、よかったら概要欄からぜひチェックお願いします。しゃす、村井さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとマックス村井さん、あの最後一言あれいただいていいですか、はい、あのやるやついいですか。お願いします。参ります。ありがとうございます。